どうも、ソシです。今日のレッスンはタフォームです。タフォームは大切なフォームの一つです。次のレッスンでなんなんたことがあります。このストラクチャーでタフォームを使います。それからカジュアルフォームでタフォームをよく使います。タフォームはとても大切ですよ。このビデオを見ればタフォームの作り方が分かるようになりますので、ぜひ最後まで見てください。実はタフォームの作り方ですが、テフォームと全く一緒です。前にテフォームの作り方のレッスンをしました。まだ見ていない人はそちらのビデオもぜひ見てください。テフォームの作り方を知らない人も大丈夫です。このビデオを見て一緒に覚えましょう。それでは始めましょう。まず日本語の動詞にはグループが3つあります。グループ1、グループ2、グループ3です。まずグループ1。グループ1はますの前がいです。例えば、会います、書きます、ますの前がいです。次にグループ2。グループ2はますの前がえです。例えば、食べます、開けます、ますの前がえです。最後にグループ3。グループ3は2つだけです。しますと来ます、この2つだけです。動詞のグループは大丈夫ですね。それではタフォームの作り方を説明します。まずはグループ2からいきましょう。皆さんいいですか？グループにはとても簡単ですよ。ますがたになります。これだけです。例えば、食べます、食べた、開けます、開けた。どうですか？簡単ですね。ますがたになるだけです。次にグループ3。グループ3はしますと来ますですね。これも簡単ですよ。します、した、来ます、来た。ますがたになります。最後にグループ1です。グループ1はちょっと難しいです。でもちゃんとルールを覚えれば大丈夫ですから、一緒に覚えましょう。それではいきましょう。テフォームと同じでますの前がいちりはたになります。例えば、会います、会った、待ちます、待った、帰ります、帰った。いちりはたになります。小さいつが入りますから気をつけてくださいね。次にますの前がにびみはんだになります。例えば、死にます、死んだ、遊びます、遊んだ、飲みます、飲んだ、
にぴみはんだになります。それからますの前がきぎはいたいだになります。例えば聞きます、聞いた、泳ぎます、泳いだ、聞きはいた、いだになります。最後に行きます、行きますは行った、ますの前がきですが、いたじゃありません。これはエクセプション、スペシャルですよ。行きます、行った。他フォームの作り方の説明は以上です。どうでしょう、ちょっと難しかったですか？それでは次にフォームチェンジの練習をしましょう。覚えます、覚えた。忘れます、忘れた。なくします、なくした。払います、払った。出かけます、出かけた。脱ぎます、脱いだ。持っていきます、持っていった。持ってきます、持ってきた。洗います、洗った。引きます、引いた。登ります、登った。止まります、止まった。掃除します、掃除した。洗濯します、洗濯した。練習します、練習した。なります、なった。はい、今日のレッスンは以上です。皆さん、他フォームはどうでしたか？大丈夫ですか？グループ2と3は簡単ですね。ますがたになるだけです。グループ1はちょっとルールが多いですが、頑張って覚えましょう。このビデオが良かったら LIKE、 それからサブスクライブお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。